で、続きまして、弁膜症の治療のお話をさせていただきたいと思います。弁膜症患者さんの手術適応ということになります。で、一番大事なお話になるかもしれませんが、弁膜症っていうのはですね、自然治癒しません。当然ですよね。先天性の弁膜症は生まれつきですし、あと加齢変性に伴う、そういう患者さんが若返りをすることはできません。一部の例外を除いて自然治癒しませんので、一般的にはですね、手術療法が唯一の根治療法ということになります。通常はですね、2つの条件が揃うと原則手術適用になります。1つは弁膜症の診断ですね、が重症であること。これは通常心臓超音波検査で診断しますが、重症であるというのが一つ。そしてもう一つはですね、自覚症状が出ているということ。例えば先ほど申し上げた心不全の症状、息切れや、あるいは動悸などの症状が出ている。あるいはめまい、立ちくらみが出る。というのと、重症であるというのが揃えばですね、まず手術をしましょうということになります。ですが、症状がない患者さんだけど重症ですよという場合でも、じゃあ手術しないんですか？症状がなくてピンピンしてますよ。でもそういう患者さんはもう元気だから手術しなくていいんじゃないかというお話になるかもしれませんが、そういう患者さんでもですね、まあ、いかに述べる場合は手術適応があります。一つは、やっぱり弁膜症が原因で心臓の動きが落ちてきている場合ですね。心臓が大きくなったり、あとは不整脈が出始めた場合。そういう場合にはですね、あまりこの心臓のね、機能障害が進んでしまうと、手術をしても傷んでしまった心臓、元に戻らない場合がございますので、こういう場合にはですね、症状がなくても早く手術をしましょうということになります。そして、症状が無症状でもですね、弁膜症の進行が早い場合、急速に重症になってきた場合にはですね、さらに進行が進んでくると急変する可能性もありますので、進行が早い場合には手術ということになります。あと、やっぱり突然死のリスクがあるような大動脈弁狭窄症の場合には、まあ、手術になる可能性があるということです。例えば、運動中にですね、不整脈が出るとか、ね、意識を失うような状況の場合にはですね、突然死のリスクが高まりますので、その場合は手術ということになります。あとそれ以外にも弁膜症以外の手術、例えば狭心症があってバイパス手術をしないといけないよという場合にはですね、症状なくても一緒に弁膜症の手術をした方がいい場合がございますので、その場合には手術適用になるということになります。手術療法ですが、大きく分けて2つ、胸を開ける外科手術か、あとカテーテル手術かということになります。で、外科手術については、弁を取り替える弁置換手術か、あと弁を修復する弁形成手術か、ということになります。あとカテーテル手術については、またこれから述べていきたいと思います。弁を取り替える弁置換術と、まあ、弁形成手術ですが、弁置換手術の中にもですね、弁置換する弁の種類によって、生体弁と機械弁の2つに分けられます。で、生体弁はですね、素材が生体組織、牛豚の心臓の膜でできているものを生体弁。あと素材がチタン、カーボンでできているものを機械弁というふうに言います。生体弁ですね、牛豚の弁の長所は、これですね、生体組織なので、血の塊血栓が付着することがまずないと言われています。で、なので、手術をした後3ヶ月経つと、血液サラサラ薬のワーファリンを飲む必要がなくなります。欠点ですが、牛豚の弁なので、耐久力ですね、耐久性に劣ります。なので、一般的にまあ60代とか70代で手術をすると、平均のですね、耐久年数が10年から15年、長くてもまあ20年っていうふうな、大体データが出ていますので、まあ、弁劣化してくる可能性があります。で、あと10年経たないで劣化する場合も報告されていますので、そういうリスクがあるということをご承知おきいただく必要があります。それに対しまして機械弁ですが、チタンカーボンでできておりますので、耐久性には優れているんで、一般的には再手術は不要なことがほとんどです。ただ、長問題がありまして、先ほど申し上げましたが、こちらは生体組織ですが、こちらはですね、チタンカーボンというのは体にとって異物です。
で、その異物に血液が触れますと血の塊ができて血栓というものができる場合があります。で、血栓ができてしまうと、まあ、便が動かなくなったり、これから後で見せますが、場合によっては脳梗塞が起こってしまうということになりますので、血栓ができないように血液サラサラ薬であるワーファリンというお薬をですね、一生飲んでもらう必要があります。これが便置換手術ということになります。それと、まあ、比べましてですね、便形成手術、便形成術ですが、素材はですね、自分の便の組織を切り取ったりして、まあ、塗っていきますので、自己の便の組織だけで、完結します。なので、異物が入らないので、血栓の心配もいりませんし、手術の状況によっては耐久性も良好というふうに言われています。ただ、欠点を、まあ、挙げるとしますとですね、前例ですね、この形成手術ができれば、便置換手術はいらないわけでして、例えば、便が傷んでいる場所が複数箇所だったり、あと、便に穴が開いていたりという場合にはですね、形成手術ができない場合があります。形成困難な症例に関しては、便置換手術という流れになってきます。で、先ほど申し上げました、機械便ですね、耐久性はまあ良好なんですけど、ワーファリンを飲んでない患者さん、こんな形で、本来だったらこういう、まあ、ちょうど、二の字に近い形ですね。に開きますが、この便が全然二の字にならず、ハの字の形で止まってしまっています。で、こんな患者さんを、まあ、超音波で見ますと、ここに血の塊、血栓が実はついてるんですね。で、手術で取り出すと、ここに血の塊がべっとりくっついて、便が動かなくなっていると。こういうことが起こりますので、必ずワーファリンを飲んでもらう必要があります。それと比べてですね、これ、この患者さんはちょうどこの生体便に取り替えたんですよね。こんな形で便開いたり閉じたりします。これだったらですね、ワーファリン血液サラサラ薬は、まあ、いらなくなるんですけれども、ただこれにもまあ、欠点がありまして、先ほど申し上げた通り、まあ、劣化する場合があります。この患者さんは残念ながら2年間でもう便が傷んでしまうということに見舞われました。一般的にはですね、まあ、術後大体10年からまあ15年ぐらいで出てきますので、通常70歳以降はですね、生体便で取り替えることが多いかと思います。あと、これからカテーテル治療についてお話ししていきたいと思います。うちの病院で行われている弁膜症のカテーテル治療ですが、よく言われているのは、大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル大動脈弁置換術、まあ、タビ、あるいはタバという言い方をしますが、これが有名かと思われます。あと、大動脈弁の生体弁を入れた後の症例に対するタビっていうのも可能になっております。これは後ほど説明いたします。あと、それ以外にも、僧帽弁狭窄症、リウマチ性に伴うバルーン拡張術、PTMC という英語で言ってますが、バルーンで広げる治療。で、あと、最近使用できるようになりました、僧帽弁閉鎖不全症に対するカテーテルによるクリップ治療、マイトラクリップという治療がうちの病院では可能です。で、これから、経営カテーテル大動脈弁置換術についてお話ししたいと思います。これがですね、このカテーテルのですね、大動脈弁置換術の、まあ、画像になりますけど、足の付け根からカテーテルを通していきます。ちょうどこちらがですね、開かなくなった大動脈弁ですが、こちらにカテーテルを通しまして、でカテーテルの風船にですね、人工弁がくっついています。で、人工弁を風船で内側から広げて圧着する。圧着した後、風船はすぼめてカテーテルごと引き抜きます。すると、広げたカテーテルの弁は圧着されて固定されて残るという形になります。これでいくとですね、心臓を切らないで人工弁を留置することができて、胸を切らなくて済むということで心臓の負担が軽くなります。カテーテル弁はですね、まあ、うちの病院では先ほども見せました風船で広げるタイプの弁ですね、と、あともう一つ、形状記号区合筋で自動的に広がるタイプのカテーテル弁、二つの弁が使えています。このカテーテル治療なんですけど、まあ、どこから入れるかと言いますと、通常ですね、足の付け根の大腿動脈というところから入れております。で、ただですね、人によってはですね、動脈硬化、血管がまあ硬くなっていて狭くてカテーテル入りませんよっていう方もいらっしゃいます。で、その場合にはですね、胸のところをちょっとだけ切りまして、心線部、心臓の先っぽからカテーテルを入れるという方法でやる場合もありますし、
あと鎖骨ですね。左の鎖骨下動脈っていうのがちょうど鎖骨の裏にいますので、そこから入れられる場合もあります。あと、この3つの方法が難しい場合にはですね、ちょっとだけ胸をですね、切って大動脈からカテーテルを入れるという方法もございます。このカテーテル手術の適用ですが、重症な大動脈弁狭窄症で、弁置換手術の適用がある患者さんがもちろん適用になります。ただし、その患者さんにおいて、外科手術はちょっとリスクがある、ちょっと大変ですよという患者さんが、カテーテルのたびたば、カテーテル手術の適用になります。例えば、すでにもうバイパス手術や僧帽弁手術、肺の手術など、一回も胸を開けている患者さんですね、は、やっぱカテーテル治療の良い適用です。あとは、肺だったり肝臓、血液疾患といった、いわゆる全身疾患を持っている患者さんも適用になります。あと、例えばですね、がんを患っている患者さんもですね、心臓を止めてしまうとですね、転移が増えるという懸念もございますので、こういう患者さんもカテーテル手術の適用です。あと、高齢者です。高齢者というのもかなり幅のある言葉になりますが、以前はですね、85歳以上の患者さんはカテーテル手術しましょうというふうに言っていました。ただ、近年はですね、症例が蓄積してきまして、もう80歳以上はカテーテル手術でやっても安全だよっていうことになりましたので、原則80歳以上の患者さんはもうカテーテル手術でやりましょうよというふうになっています。もし80歳以上でカテーテル手術が難しい人は外科手術という場合ももちろんございます。そして、80歳未満、70歳代でもこのような状態で手術が大変な場合には、カテーテル手術も考えます。それ以外に体力の低下ですね。内臓疾患大丈夫だって言っても、すごく虚弱な患者さん。この後お見せしますが、そういう患者さんは、カテーテル手術の適用になります。あと、がんの患者さんでカテーテル手術しますよと申し上げましたが、すでに余命が半年もない患者さんの場合には、手術するのはやっぱり難しいかなというふうに思います。一般論的に申し上げますと、平均余命は1名以上見込めるような患者さんに対して治療をすると。ということに決められております。で、先ほど申し上げました、虚弱性のお話です。この2つのお写真、年齢とか基礎疾患は同じ患者さんだとした場合に、どういう患者さんだったらカテーテル手術だろうというふうに考えますと、見てお分かりいただけるかと思います。こちらの患者さんであればですね、お元気なので、外科手術も耐えられるかもしれないけれど、こちらのようにですね、お痩せになった状況であると、やっぱり外科手術にはちょっと耐えられないよねというふうなお話になるかと思います。なので、手術の危険というのはですね、通常の年齢とか、あるいは元々の疾患だけによらず、こういうですね、体力的な側面も検討していく必要があるということで、この状況を見極めながら外科手術か、あるいはカテーテル手術かということを検討していきます。うちの症例です。2014年の12月から始まっておりまして、2021年のデータが返ってないですが、もうほぼ100例近く手術を行っております。これはですね、安全に手術ができるかというと、カテーテル手術だから安全というわけではありませんで、このカテーテル手術にも合併症というものが起こる可能性があります。これ風船で広げたりしますので、風船で広げた時にですね、その大動脈弁のところが裂けてしまう。弁輪破裂と書いてありますが、心破裂が起こる可能性があります。そして、じゃあ風船広げなきゃいいじゃないかと思うかもしれませんが、これですね、風船で広げないとですね、これ縫ってないんで、外れてしまう、弁が脱落してしまう可能性があります。そうなるとですね、この弁は心臓の部屋に落ちてしまったり、あるいは大動脈に流れていってしまったりするということになりますので、そうするとやっぱり胸を開ける手術になってしまいます。それ以外にもですね、風船縫ってないので、幸い脱落まではしないまでも、隙間が空いてしまって、送った血液が逆戻りしてしまう。弁周囲逆流が出てすぐる可能性があって、これが心臓にとって負担になると心不全になる可能性がございます。あとそれ以外ですね、外科手術だとですね、もともとあった大動脈弁は切り取るんですが、カテーテル弁ではですね、そのまま圧着して残してきます。ですので、残った弁がですね、際に寄ってしまった時に、ちょうどこの際のところには心臓の大事な冠動脈という血管があります。これ詰まっちゃうとですね、心臓の筋肉を養っているので、この血管が詰まってしまうと心筋梗塞になってしまうんですね。なんでこの治療で心筋梗塞が起こる可能性もあると。
あとそれ以外にですね、ちょっと電気の通り道をブロックしてしまう防湿ブロック。これは比較的10人に1人近く起こるので、そういう場合にはペースメーカーという機械を入れる場合があります。あと、ワイヤーでですね、心臓の筋肉に穴が開いて心臓の外に血液が溜まるし、タンポナーデとか、あと、このカテーテル太いので、細い血管を通す際に血管の損傷を起こす場合、血管を擦りながら通ってくるので、血管の壁についている動脈硬化を飛ばしてしまって脳梗塞、いわゆる塞栓症というのを起こす可能性もございます。これ2019年までのデータでですね、大体死亡リスクは 2% というふうにデータが出ていますが、これですね、危険なのかと申し上げますと、実は全然危険ではありません。通常手術リスクがですね、大体 8% 近辺の患者さんに対してやっている治療になります。なので、まあ、手術はかなり安全に治療できているというようなデータになります。ですが、やっぱりですね、合併症ゼロにはできないんですね。私失敗しないのでっていうテレビドラマもありましたが、このカテーテル治療は 100% 安全というわけではもちろんありません。どの手術治療でもそうかと思いますが、また言い直しますと、これ、まあ、合併症が出たから、じゃあこれは失敗なのかというと、実はそうではないですよね。なので、いかなる手術であっても、適切に行っていても、一定頻度でですね、どうしても合併症は出てしまうので、その点はご理解いただければというふうに思います。続きまして、先ほどですね、ちょっとお見せしました、こういうふうに声帯弁ですね、牛豚弁がですね、傷んでしまうと、これ開かなくなったパターンですが、こういうふうにガチガチになってしまいます。で、こうなってしまった場合、じゃあどうしますかということなんですが、昔であればですね、もう一回胸を切って新しい声帯弁を入れるという手術をしていました。ただ、通常70歳以上でこういう手術をしますので、通常弁が傷んでくるのは80歳前後なんですね。その患者さんに胸を切るのはちょっと大変ということもありますので、こういう状況で弁が傷んだ時にですね、その傷んだ弁の中にカテーテル弁を入れるという治療ができるようになりました。これはまあバルブインバルブといって弁の中に弁を入れますよということになるんですが、これだとですね、手術の負担相当軽くなって患者さんにも喜んで帰っていただいております。これ大動脈弁ですね。であれば、この手術が可能です。僧帽弁の声帯弁に関してはちょっと難しいということ、できないということについてはご理解いただければというふうに思います。これは最近できるようになりました、マイトラクリップという治療についてお話しさせていただきます。マイトラクリップっていうのはですね、足の付け根、静脈からカテーテルを入れまして、右心房から心房中隔といった間仕切りの壁に穴を開けて、カテーテルを左心房、僧帽弁側に挿入してきます。カテーテルを挿入してきて、ちょうどここに僧帽弁がございます。ここで隙間漏れがあるんですが、カテーテルを手元で操作して、前後左右に回していきます。隙間漏れ、この色ついてるの逆流ですけれども、隙間漏れに合わせて、このクリップですね。こうやって手元でですね、こういう形で操作できるようになっております。で、カテーテルをですね、挿入しまして、うまく引き上げて引っ掛けてくる形。になります。こんな感じですね。こういう形で引っ掛けてきて、こう締めるという形をやります。最終的にはギュッと締めて、で、切り離すという作業をします。こんな形になり、最終的にはこういう形になります。こういう形でやるとですね、これがですね、クリップ前のですね、患者さんです。通常はこういう形で弁が開いていて、この色がついている場所が僧帽弁から出ている逆流になります。これに対してですね、このクリップを挿入して挟んでくる。そうするとですね、もともとこう色がついていた逆流が減るということになります。最終的な仕上がりはですね、ちょうどメガネのような形で僧帽弁が出来上がるというふうになります。これでやると手術の危険性は相当下がるということになりますが、症例は手術が難しい患者さんということになります。続きまして、僧帽弁狭窄症のカテーテル治療になりますが、正常であればですね、先ほどのような形でこういうふうに開くのですが、リウマチ性の僧帽弁狭窄症であると、ほとんど弁が開いていない状態ですね、ほんの隙間しか開いていません。先ほど申し上げた脳梗塞のリスクも高いですし、不整脈も出やすいし、心不全も出るということで、ご高齢であれば弁を取り替える手術をすることが多いかと思いますが、若い患者さんですね、まだちょっと人生長いっていう場合だとか、あと今後妊娠出産が控えていて、
ワーファリンを飲んでしまうと出産できないよという患者さんの場合には、こういう、バルーンで広げる治療ですね。これ風船で広げていますけど、僧帽弁を広げる治療が可能です。この治療、これ30歳の女性で心不全だけども、赤ちゃん欲しいのでということでカテーテル治療をしています。で、これでやるとですね、風船で広げると、もともとですね、これぐらいしか空いてなかったのが、こちら見てわかると思いますけど、ぐんと開くようになりました。適切な症例であればですね、こういうカテーテル治療もすごく効果が抜群であるというふうに言えています。最後に薬物療法についてのお話ですが、一般的にはどういう時に薬物療法をするかということになりますが、重症な弁膜症の場合の心不全の治療ですね、もう手術も例えば認知症があってもできないよっていう適応外の患者さんとか、あるいはもう嫌だっつって手術やらない患者さん、あるいは手術を待っている状況の患者さんの心不全治療として使うということになります。あと弁膜症の進行予防ですね。実は、弁膜症の進行予防の根拠のある薬っていうのはほとんどないんですけれども、ただやっぱり動脈硬化が進んでくると弁膜症の進む可能性は常識的には高いだろうと判断しまして、高血圧の治療を強化したりコレステロールの治療を強化するということになります。あと心不全が出る可能性がある場合には心機能の低下を予防するために薬を処方するという場合もございます。あとはこの弁膜症の患者さんで合併症の対策ですね、不整脈が出るんであれば不整脈に対する薬、脳梗塞予防、心房細動であれば脳梗塞予防だったり、あと脈を下げるような薬を使うことがあります。あと感染性心内膜炎、これから飲みますが、その予防のためのお薬を飲んでいただくという流れになります。